世界フリーメイソン政府は今回のうちの一番大きな仕事になります。でそれの初代首相が今の中華人民共和国の外相の王毅がフリーメイソン世界政府世界職人会議の初代首相最高責任者に就任されるということです。でその前に国際政治の重大事件の、それは習近平を中華人民共和国が処刑するということです。さて、それにおいて、安定した政権のフリーメイソンの職人たち、その主力はもちろん地域の個人事業主たち、当然ですね。日本は今そういう類型が入ってますけど、世界はそればっかりですからね。本当に世界の本当の独立自衛市民たちによる政府がついに誕生します。これはもう外圧とかの関係で殖産工業国策 で大企業化国策でしておりました。でその国策により肥大化した大企業が世界を管理監視社会みたいにして企業内もねで支配するという不健全な状態は人類にとっては長続きがします。もう、クラウドたちの、ファイナルファンタジーの、未来版のかな、あんな感じの、あれは哲学者の先生たちが、ね、いろんな、書いていた、石の森章太郎先生とかもそのお得意だと思いますけど、そういう人たちは、その、超管理社会、多国籍企業による世界は企業内管理の監視社会になりましたね、監視社会になりましたね。そんなものに人間が耐えれるわけない。それよりも、もう本来その世界は地域の個人事業主たちの集まりなんだから、それが国家に分かれた不幸により、工場や会社が巨大化していただけでしょ。その原因と結果を考えて、その巨大化、肥大化したものはまた宣伝合戦をするわけで、そのために芸能界がやたら肥大化したり、プロスポーツがやたら肥大化してソロに喜んでる。それまるで西側諸国がローマ帝国の再来、再現をして、そして芸能人やスポーツ選手が最後帝国支配に乗り出すひどい最悪の人類最悪の恥ずかしい経過をたどる可能性があった。それが第三のローマか第四のローマ、あるいは、ニューローマ、新しいローマの崩壊っていうのは、実はそういう、グリーン型の市民型の巨大化社会、企業偏重のローマだって、対抗する文明があったから、いろいろなシステムを意図的に仕方なく肥大化する必要があった。つまり、仕方なく肥大化した部分が、ローマ帝国を支配しようとしたということですよ。だから今の部分もまさにその道をたどっていた。危なかった。だからここで、世界の要人たちが心を一つになさったということです。その代わり、巨大化による権力をいつまでも欲するタイプの政治家や芸能人やプロスポーツ選手たちは、その権力を当然奪われる、抵抗したら処刑になるということです。それはもうね、安倍さんとかもね、世界中奔走なさって、ヨーロッパとかもイスラム系の人たちも合意してるから、第三次世界大戦起きるタイミングでことごとく起きてないでしょ。だからこそ安心でしょ。それを望んでたんですよ、皆さん。じゃあ、ご安心なさい、ください。と。あ、ちょっと変な言い方だったけど。じゃあ、門真市の篠原清郎では、憲法というのも当然、設立され。で、うちがお勧めしてますように、中野茂、門真市元市会議長が、その招待官長に就任なさるって言ったって、中道茂先生は、台北で、篠原平先生、要するに、篠原清郎先生のお兄様、の検証費を立ててらっしゃるんだから、ね、弟先生の篠原秀郎首相の記念館も当然中道先生の責任旗振り、ね、監督の中に中道先生のご親戚の建築会社を主体としていろんな関西の大阪の少なくとも実際建設会社ですから新さんの関西と大林組合もありますし、そういったところと交渉なさるのは
中山先生だと思います。それが人類の希望の光になるし、合意の証になるし、そして私たち地域の個人人たちの本当の努力、本当の人生が始まるし、それこそが人類の黄金時代であると私は深く確信しています。ただこの後起源のことは昨日までは今朝までかな、私と討論しておられましたパクさん、あの方でしたね、右田楽天社長、あの人が混乱のあまり暴走するかもしれない、うちはあの人にとって苦手な人物でしょうから、うちの妹は右田社長の標的になるかもしれないので、だからそれはちょっと東京の警視庁の方々警戒してください、お願いいたします。